車に乗ったら全ての座席でシートベルトを着用しましょう。坪井さん、小坂さん、どうぞ。はい、ありがとうございました。情報センター平野さんに伝えてもらいました。次の CBC 交通情報は午後1時30分ごろお送りします。グッドさん、担保ビジネスローンは東京スタ銀行。土地あるけど会社の決算赤字だし話聞いてもらえないんじゃないの。だってうちは赤字だよ。それでも大丈夫。本当？グッドさん、担保ビジネスローンは東京スタ銀行。東京スター銀行がお送りしました。続きましてはです。坪井のりおの誰かとどこまで、7月13日第698回。え、698回。あ、6 98 98 68、正式な689コンビというのはね、並びどう何かこう因縁があるような数字の並びですが、はい、その因縁で言うならば、渋山修子さんから、八野和信さんから、あの689コンビと有名ですね、六助さん、ね、中村八大さん、そして坂本九さん、689コンビということを言いました。全部切っちゃうわけで、そう、亡くなられたのは、その色を見分けながら、うん、ここで長が加わり、ごく、あの、ヤグイとかね、うん、そのまま切らずに置いといて、ヤグイのは、うん、弱いわけね。弱いね。枝そのものが弱いね。枝を発育させた方がいいわけだ、うん、新しい芽であっても、うん、鶴丸さんから、昨日徹子の部屋見ました。 A6 菅さんの追悼番組でした。お二人が懐かしく話しておられ、手帳も拝見できましたし、怒って帰る場面で徹子さんが引き止めるとか、手土産は相手に気を使わせないようでも喜んでもらえるものをというお母様の教えで、宮大工さんのみんなあるだけこの古葉と出た新芽の下の方で切る、下の方で、うん、ギリギリいっぱいでね。今年吹いちゃったから、うん、今年吹いたとこは長く伸ばすと次に吹いてくる芽が遅くなる。これ強いところは多少長めに切って芽の付くのを遅らせるという、そうすると後から芽を揃えるんですね。まあ、亡くなられ、テレビを一緒に作り、思い出話をする相手がいなくなり、本当にお寂しいことだろうなと思いました。寂しい悲しい思いをしている方が全国にいるんだろうなと改めて感じましたということですね。そしてさっきも出てきました、三河みどりさんですけども、48から55歳では手書きのスケジュール帳でびっしり書かれておりまして、というこれ昨日私話しました、はい、小高さんの横でいっぱいメモがある。 そうそのメモをいっぱい皆さんにも見てほしかったなと、うん、ね、うん、もうぎっしりの字で、また色分けがきちんとしてあって、はい、ものすごく見た目だけでも綺麗な感じの、はい、これ芸術作品かなというぐらいのもので、それがちょうど徹子の部屋で出てきましたので、はい、それを見た方もいらっしゃったんではないでしょうかね。今年生えた目のが長いとか、球の歯のが短いとか、そういう見分け方もある。そういうわけじゃない。切るのが短い。昔生えとった、元から生えとった方の歯のが、歯の長さがやっぱ短い。短い、うん。短いね。そういう見分け方でもいいわけだね。うん、僕ら素人からしたら。色でわからん場合は。回転寿司の話も面白かったですということでした。ここからの目は弱いもんでね、まあ、このまま置いとくわけ。あ、弱そうなの、うん、どこで見分けるの弱そうっていうの。やっぱさっき言った歯が少ないわけ、うん、少ないもんね。それは来年まで繰り越しでそのまま伸ばしちゃって言うわけ、ね、伸ばしちゃってで、来年はどうするの。来年伸びたところだけ切ればいい。で、切る。この今年伸びたのはそのまま残してもいいわけ。キクラジオの重森博之です。BBC ずっと一緒に。スーパージャンボ、人気の軽自動車が勢ぞろい。日本最大級の軽自動車専門店、アフターサービスの充実。軽自動車はスーパージャンボ、来てね。詳しい情報はホームページでもご覧いただけますよ。ガーデニング用品のことならミキフラワーセンター。ペット用品のこともミキフラワーセンター。種類も豊富で何でも揃う。知ってる人は得をする。吉野ミキフラワーセンター。お仏壇の殿堂、岡崎
のアイキア。お盆大感謝祭開催中。仏壇は起きてないし、アイキア。皆さん、もうすぐ11時です。毎日の健康は美味しいご飯から。つやつやでふっくらの美味しいご飯食べたい。ライスクリエーション、名古屋食料。今日のお昼ご飯は黄色い看板米屋の手作りおにぎり。また有効さだね。有効だよ。今やっただけど、あまりついてらんかったよ。夏の定番うなぎおにぎり。これ融合剤塗っとかんと腐っちゃうの？切ってそういうのは、まあ、あの腐りやすいだね、はい、うん、傷口を塞いじゃうわけだね。そうそう、そっから腐って感じ、うん、昔はあのロウを塗った融合剤っていうのがなかったね。お申し込みはフリーダイヤル0120-333-200番ハピネスクラブまでどうぞ。はい、マッチンカード様。コケって増えてとるようだけど、コケはそれでいいわけ。うん、これでいいよ。これ保湿してくれるの、コケがあった方が見栄えに変わる。うん、保湿をする。で、これがずっと上がっていって、うん、この縁をコケが巻いちゃうと、うん、今度水をかけるとコケが水を弾いて、端の中に水が入って乾くなっちゃう。そこに出たコケは取ってやらない。うん、取ってやらんと。ザラブ星人さんからもやっぱりね、結婚話が。ドラム星人さんは徹子の部屋で坪井さんのことも言っておられました。この枝はいらんだけどね。いろんなところで言っていただく。はい、僕が一番覚えてるのは、筑紫哲也さんの番組出た時に、死になってくるもんで、こういう形になって、あの、まあ、もうちょっと吹いてくればこれを下げてやればいいだけどね。うん、それかこれをこっちにこうして。僕ら素人じゃわからんね。その大切な思いに真心込めて愛称伝。その大切な思いに真心込めて愛称伝。株式会社ネクストの愛称伝が11時をお知らせします。まあこんなもんかな、あんまり、うん、デビルマンさんもやっぱり回転寿司の話は何度聞いても面白いですね、ということですね。はい、はい、黒柳徹子さんが回